ホーム、小野駅は、滋賀県大津市湖青一丁目にある、西日本旅客鉄道湖西線の駅である。駅番号は、JRB24。京阪電鉄が開発した、美和湖、ローズタウンの最寄り駅として、京阪電鉄の全額負担で設置された、西岸駅である。JR 西日本が発足してから、愛称としてのアーバンネットワーク区間内で最初に、新規開業した駅であり、 湖西線の開業後に新設された唯一の駅である。なお、湖西線開通前の1969年まで付近を走っていた高和化鉄道の片田駅、ワニ駅間には間野駅が存在したが、当駅と場所は異なる。相対式ホーム2面2線を持つ高架駅になっている。分岐器や絶対信号機を持たないため、停留所に分類される。 駅舎やロータリーの街灯は船をモチーフにしたデザイン。改札口はホームよりも上層に設けられており、1番乗り場へは階段を降り、反対側の2番乗り場へは湖線橋を渡る。ホームエレベーターは、1番乗り場、改札口、連絡通路をつなぐ1機と、2番乗り場、連絡通路をつなぐ1機が設置されている。トイレは改札外にある。なお、 当駅は2007年11月よりホームエレベーターの設置工事が始まり2008年3月15日のダイヤ改整備から使用を開始した。また発車票も各乗り場に設置され3月18日より使用を開始した。片田駅が管理し JR 西日本交通サービスが駅業務を受託する業務委託駅であるが緑の窓口が設置されている。 移行か利用可能駅。日中時間帯は1時間あたり2から3本が停車する。開業当初は主婦の利用が多かった。滋賀県統計所によると、1日平均の乗車人員は以下の通りである。2021年3月のダイヤ改正により、小野駅からワニ駅へ向かう便は廃止された。ありがとうございます。